大会についてのご感想をいただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、じゃあ言います。この大会は群馬県 の、 まあ、これ全国的な大会につながる大きな大会です。まあ、群馬県の160チームからある選手のチームの中でもうこれを目指して頑張ってっていうのが一番の結果ですね。その中で、まあ、今回ファンタテックスが優勝しました。まあ、非常に強いチームですし、また決勝戦において戦ったファルケですけれども、まあ、本当に決勝戦にふさわしい素晴らしい試合をしてくれたと思っています。まあ、試合の中を見ますとどちらが代表になってもどっちが行ってもいいようなそんな大会でした。またここまで来たベスト4のチームは群馬県下を代表するチームたちです。この大会が子どもたちにとってもう、まあ、いわゆる少年の中においては U12 の中においての最大の大会であると、この栄光に向かって頑張ってきたということが事実です。まあ、この大会は57回に及ぶ群馬県の少年スポーツ、いわゆるスポーツ少年団の大会を兼ねておりまして、それを含めましてこの大会が事実したものであり、県下最大の大会であるということを話しておきたいと思います。まあ、全てにおいてここまで勝ち上がってくるチームがね、大変苦しい中でも頑張ってくれて、もう本当に数々のいい、いろんないい試合がありました。もう本当に振り返ってみますと、こんな素晴らしい大会にできるんだと、子どもたちがこんなに頑張れるんだということを今感じております。以上です。ありがとうございました。ちょっと合わなかったんでごめんな。